なのかな、自分ではちょっとわからないんですけど、まあ人見知りでも生きていけないわけじゃないから大丈夫。はい、餃子好き好き、うなぎ好き好き、行きたいところありますか？もう桜散ってんのかな、お花見。可愛い子を前にすると緊張するし目も合わせられない。人間そんなもんですよ、そんな悩みなし、あれですよ、悩みじゃないですよ、人間はそういう生き物です。女の子の金髪が好きすぎて困ってます。そうなんだ、染めたいな。ありがとうございます、卵マコポンピエンのやつだね。桜見たいな。深い、そうですよ、そんな考えてもね無駄なんですよね。ショートカット時代とかあったの？ありましたよ、ありましたっていうかここら辺だけどね、切ったことある。来年の桜見れるように願います。それもう散ってんのかな、見たいな普通に。考えてもあるし、ちょっとわかんないっす。コメント読んでるな。卵ありがとうございます。桜餅だな。チューリップありがとうございます。チームだったまで月公演しか入ったことないので参加したいです。向けてありがとうございます、待ってます。 S の人です。あー、カタツムリじゃない、カマキリの方、竹政さん、やっほー。つぶあんだろう、一応書いといた方がいいかな、ここに。ピンクは見づらそうだなって思うやんって思うやん、ほらもう。香り決めのお悩み相談室、どの電車
HKT の水上りみかちゃんが話したいと言うとりました。いや話しました、みみみさん、みみみさん、だってなんかね、悩みはちょっとあれですね。